はい、ワールドマップでマップ名検索が入りました。世界地図、あ、今俺がいるんだよ、被ってるか、まあ、まあいいんじゃない、世界地図を押してそうで地域選択の小から選択のところに、まあ、マップ名検索が入りましたよってことで入れてみますか。小型、小型ってたね、小型デミ、まあまあ、マキナの、の、おーの、の、うーんのでまあやんないと思うんですけどね。ボス名検索はちょっときついな。ボス名、ボス名ジャンプか、データベース刺さないと作れないな。検討します。プロパ検索一番サーバー重くなるのでできないんですよね。できないかとは言ってますけど、真ん中もいけますね。クエルボの L もいけます、いけます。なんとなく一部分かってればいけます。であとはキーコンフィグにキャンセルを追加しました、うんうんうん、今右クリックしか設定できないんで、あれを、まあ、キーボードにも割り当てることができなりましたということです、はい。まあ、ちょっと一部、まあ、場所ではちょっと右クリックのみになってますが、一応設定が可能になっております、はい。ただブラックリストが、まあ、意外に長らくなかったんですよね。でちょっとねブロックの仕方をちょっと変えたんですよ、内部的なシステムを。なのでちょっとその影響でちょっとリストが初期化されちゃってるので、はい、まあ、ちょっとそこはお手数ですがもう一回登録してください。まあ見たくないと思うんで、いたら追加っつってやる感じで、とりあえずそんな感じですね。まあこれ先週のおさらいです。アニバが終わりますが代わりにシナリオが来ますってことで、意外にこのアニバ終わりで次の、まあ、あのシナリオ来るのって実はあんまなくて、まあ久々にちょっとねできてますねってところで、レベルキャップ来ないですね。レベル上限確か来月だったと思います、はい、確か6月キャップ感はあったから、そうですよね、うん、ナイスナイス。6月イベントは、まあ、いつもの秋の味覚とか月見イベントが来ます。でなんかいつも秋の味覚イベントがちょっと短いよねって話もあるので、なんか毎年言ってる気がします ね、 そうですね。今年ちょっと長めにしようかなと思って、おっとちょっと書いてる順番とは逆なんです。多分月見イベントの方が多分先に始まると思います、うん、てか今年の月見早いんですよね、ちょっとね、リアルな方ですね。そう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 、だから多分いつもちょっと早いんで、多分夏イベの入れ替わりで月見来るんじゃないかなところと、一応復刻とは書いてますが、一応なんか高難易度を1個足すかもって話をしてました、はい。まあ、ただの復刻だと面白くないんで、うん、ちょっとねなんかボスも追加できたらいいねって話をしてて、一応報酬もあるんで、でシナリオのね12章3話が一応入る予定です。でこれでね、はい、さっき言ってたレベルキャップ会は確かあったはずです、はい。一応9月でクラッシャーとデバイスは入るんじゃないかなという感じで今動いてます。今調整中って感じですね。僕が出る時にはもう明日実装ですとかになってますけどね。あ、そのレベル時期的にはそのレベル、まあ、魔道具はねその1から4まで一気に入るんで結構 量が多いんですよね。クラッシャーってほら今3まであるから、はいはい、4足すだけなん で、ね、そうんで2つスキルがヒュッてこう足すだけなんですけど、はい、魔道具ってそうなんですよ、今回初めて入るやつだから、はい、4ってことは1から4まで入るから、はい、数多いんですよ。ですよね。あとは、今マジックスキル、まあ、ちょっとこの間ねちょっと術式警戒だけ先に対応終わってたんで先入っちゃったんですけど、他のねまだチェーンキャストとか仕様変更とかまだやってるし、一応追加スキル2つが今作ってる最中で、あとウィザードスキルも3つか4つ一応入る予定で動いてますね、はいはいはい。うん、ヘッドシステムはちょっと難航してるらしいです。若干古いシステムなんで、ちょっと中身のプログラムちゃんと読まないとバグっちゃうんでつって、うんうんうん、ちょっと今慎重にやってます。あそこ結構複雑なんでね。でまあなんかカードゲームの苦情を増やしたいねって話はちょっと止まってます。別件をやってるんで、はい、キッチンのやつもまあ今やってて、ペットの限界レベル、まああれですね、餌あげてるとなんか限界レベル上がるみたいな感じのものになりますね。で個性費用の緩和だいたい 20% だっけな、ちょっと忘れちゃったな、なんか半額にはなんないですけど安くはなったはず。ピロさんが欲しいターゲットの切り替えオプションを今作って最中と、で最近なんだっけな、プラスとプラスパーセントのやつで色分ける対応したんですけど、あれのやっぱ色がやっぱ人によってはちょっと色変えたいんですよねって話があったんで、うん、それの色変更オプションを一応入る予定。あと自動破棄に関しては、はい、オプションが1個追加されて、ボス戦を除外するっていうものを一応入れようと思ってます。割とボス戦入る時にちょっと切り忘れてて捨てちゃったみたいなこともあるので、まあ、ボス戦だったら、これはそもそも機能しないっていうチェックボックスが増える予定と、うん、あとそもそもホーリージェムでドロップ率上げるやつあるじゃないですか、はいはい。まあ、今日の使ったビモちゃんジェムもそうなんですけど、うん、まああいうのを使った場合にはそもそもこの自動発揮はもう、反応しないようになります今後、うんうんうん、っていうのを一応入れます。じゃあこれも来月も入っちゃうはずですね。もう確かデバッグ終わってて、もう次の申請アプリには確か入ってたはずなんで、多分次には入っちゃいます。てかそれなんで一応青色に変えてるんですけど、はいはい、まあ、これはもうすぐ入るやつ、てかもう9月中絶対入るってやつして、他のやつはちょっと状況次第って感じなんで、まだその辺はやってないです。あ、そうですね、ミストレルの調整も一応使用書自体
自体は用意はしてて、まあ、演奏周りのちょっとバフの管理システムちょっと見直そうかって話と、まあ、そもそもミンソレル演奏しながら他のことやるっていうのがちょっと難しいので、もうちょっと簡単にできるようにってことで一応やろうかなと思ってますけど、まだちょっとあの最終確定してないんでまだここには載せてないです。スタッフって杖のことじゃないか。ロットね、それはさっきのあれですね、マジックスキルの調整周りで一応入ってる、うん、なるほど話ですね。 で一応ミンストレルの続きで言うと、はい、まあ、今ちょっと出たんですけど、シュートスキル他はもうないんですかって話ですけど、一応シュートも何かしら入れようかなと思って準備はしてるんですけど、これもう確定はしてないんだよな、書いてないです。なんかやりたいなと思ってるんですよね。一応やっぱなんだろうな、弓も魔法もそうなんですけど、まあ、スタートが遅いスキル種なんで、はい、要はそのチャージが必要だったりとか ねするんで、そこをまあちょっと回数限定でちょっとスタートダッシュできるようにすれば、まあ、ある程度他と、まあ、もうちょっと追いつくんじゃないかなと思ってるんで、ちょっとその辺はやっていこうかなと思ってますね、はい、ナイフ難しいんだよな、ね、一応今ナイフはちょっと今お遊びでナイフコンバットってスキルをちょっと今開発中なんですよね。こう裏持ちしてってことですか。いや、なんか通常攻撃をナイフ攻撃に変えるみたいなさ、スイッチスキル入れようかなってちょっと思ってるわけですよ。まあ CQC は確かに格闘かとは思いますけど、うん、まあ、ちょっとなんかね、そうせっかくだしね、そうだし、まあ、前言ってたあの、ね、デュアルシールドの剣もまあ一応実はやっちゃいるんですよ。そう、意外にいなかったシールドアッパーで敵転倒させるやつとかちょっと作りたいねって話はしてるんですよ。そう、シールドでガーンっつって突き上げっつってだ、ね、ガードゲージ回復するちょっとスキルとかね、まあ、裏でやってはいますね。精錬システムまだ全然先です。やりたいんですけど、ちょっとこの辺まだ残ってるものが多いんで、ちょっとしばらくまだないですね。スミススキルはと多分早くても来年の頭ぐらいにはやりたいと思ってます。さすがに今年あんま早い段階でやっちゃうと、やっぱ今ほら周年武器作った後ですぐね精錬レベル上げちゃうのもちょっとさすがに問題があるんで、早くても12月遅くても1月とか2月とかにはまあ上限解放したいなとは思ってますね。てかレベル的にはそろそろそれぐらいでやんないと追いついちゃうんで、武器に関してもさすがに早くても11月だし、まあ僕は正直12月でも早いと思ってるんで、まあ年明けかなと思ってますけどね。スミスに関してはどっちかっていうと今アルケミじゃないですけど、あの鎧の見た目固定の方をどうすると先やりたいですけどね。他にもまあ調整はいくらでもしなきゃいけないんで、あとなんだっけな、なんか要望最近見たやつで、そのなんか状態異常分かりにくいよねっていうのがあって、はいはい、なんか敵に付与した時に、なんか これを付与してこれはこういう効果ですよみたいな、そういうのがチャットログに出る機能を入れようかなって今やってます。ハッカー与えましたっつったら、そのバニラポトムにハッカーを与えたってかっこなんか3秒ごとにダメージ入りますよみたいな、ちょっとプチテキストを入れて、まあその状態異常がどういう効果なのかっていうのを一応分かりやすくはしようかなっていうのをちょっとそう要望来たんで、確かにと思いつつ、もうさっき使用書切ったんで本当はここに書けようって話なんですけど、まあ来月ぐらいに実装されるんじゃないですかっつってプロパティ10枠多分一旦入らない気はしてます。多分成功率アップ系と熟練度の上限解放だけかなとは思ってます。今回のスミスに関してはその次はちょっと9枠目来るかなとは思ってますけど、ちょっと今回ちょっと早いかなと思ってるんで、多分しばらく8枠のままな気はします。倉庫の検索は、検討というか一応やると前一応明言したので一応やりますけど、はい、あの他の機能とちょっとその担当者が勝ち合っちゃってるんで、ちょっと順番にやってるって感じです。はいはい、一旦そんな感じですね。精錬調整はもうしばらくないと思ってください。それやるなら他のやれよっていう状態なんで今ユーザーに有利な機能を別にまだ有利なままで、そう、まあ、別に不利にするというよりは、まあ、もうちょっとなんかそのテックの影響を増やそうかみたいなとか、まあ、あのせっかく何蓄積した精錬ポイントをなんか別の用途に使えてもいいんじゃないのかみたいな話もあったりするんで、ちょっと今総合的に考えたいなと思ってるんで、まあ、しばらく一旦このまま置いておきます。ちょっと周年明けぐらいでいじろうかなと思ったんですけど、ちょっとまだこんだけやること残っちゃってる状態でそれもやろうってなるともうちょっと手回んないし、なんかここに書いてるやつの方が多分優先なんかね高くないとダメなやつだから、それちょっとこっち先にやりますってことで、はい、スミスのできる仕事を増やすよりもなんかアルケミの方が少ないんで足したいですけどね。一応前、まあ、これも本当要望もらったやつですけど、その色服がかさばるんで色情報を取り出せるようにしてくれみたいなのがやっぱあったんで、あの辺やりたいんですけど、
ちょっとね、うん、あれもすぐにすぐにはできないんで、そうアルケミーできることはちょっと増やしてあげたいですよねっていう、うん、まあ、別にテックパラが絶対死んだってわけではないので、まあまあまあそこはって感じですけど、はい、まあ色ポーションみたいなやつ作ったりとかね、そうやっぱほら今服に色情報が入ってるから、はい、倉庫めちゃめちゃかさばるんですよねあれね、だから 色をある程度こう服からこう、そう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 、あのリバイタみたいなやつに出して色を煮出してでその染色液をまた次のやつにかけて、 A の何番みたいな感じのアイテムになってもよかったんですけど、ちょっとあの辺もアイテム化するにあたって結構いろんな問題が出てきちゃうんで、はい、ちょっとどうしようかなって感じですね。アイテム消費系スキルはね入れたいんですけど、強さが難しいんですよねあの辺。頑張って作ったからそれなりに威力高くしたいなと思ったら、今度アイテムポイポイ投げてればいいだけのゲームになっちゃってもしちゃうんで、うん、なんか難しいんですよねっていうのと、あとアイテムの消費回りがなんだかんだ負荷になるんで、はいはい、ちょっとあんまりやりたくねえなって、なるほど、正直それやるんだったら別のスキル入れたいなぐらいの。空飛びたい、無理です、無理です、空を飛べる空を飛べるゲームというのはそれできる前提で設計をしてるゲームなので、今ねすごいね悩んでること1個だけあるんですよ、はい、魔道具スキルレベル4とかってあるじゃないですか、うん、スキル名、スキルツリー名悩んでるんですよね。スキルツリー名っていうのはクラッシャーとかっていうことですか。そう、今はなんかデバイススキルツリーにしようかなと思いつつも、うん、じゃあそれだとなんかロットのスキルツリーなくねみたいなさ印象にもあるじゃんっていうのもあるし、一応今開発の中では羽で飛ぶじゃないですか、はい、だからなんかフェアリースキルとかどうすかみたいな話をしてたんですけど、うん、割と結構攻撃スキルも入ってるんでフェアリーかみたいな、そうですね、とこもちょっとあったし、まあ、まあ確かに支援スキル多いし、まあなんかね、そうそうそう、魔導って英語で何ですか。魔導、いやだからマジックデバイスが一応魔導具。ああ、そっか、マジックデバイスかね、だから難しいんですよねってことでね。まあ、フェザースキルもなんかねあれなんですけどね、なんか羽スキルみたいになっちゃうし、だから意外に今ねここが実は一番の難題なんじゃないかって今話をしてる。ちょっとね何になるかはちょっとお楽しみということで、まあ、もしかしたら9月のどっかではお披露目があるかもしれないし、場合によってはちょっとバランス調整に難航して、はい、まあ、もしかしたらお披露目だけして実装はちょっとずれちゃうかもしれないですけど、まあバランス調整つってもなんかユーザーさんからしたら、まあどうせ続きの調整やろうみたいな感じだと思うんで、まあ期待しないで待っててください。